ペレットストーブ専門店渋川市ペレットマン群馬です。もう明日から2月ということですけども、今年はですね、節分が2月2日1日早いということになっています。毎年ですね、この節分にはですね、お客様のところの行事の一環として12時からの節分の豆まきにですね、簡単な紙霜のようなものを羽織ってですね、舞台の上からいろいろ撒くわけなんですけども、残念ながらですね、今年は中止ということでですね、本当に寂しい限りだなと思います。地域にあった伝統的な行事だったり風習がですね、コロナ禍だったりそれによる影響だったりでですね、なくなっていく寂しさを感じます。こういったものも一回やめてしまうとなかなか復活するのって難しいなというふうに思っているので、このコロナっていうのは本当に罪作りだなというふうに思いますが、一日も早い収束をただただ願うばかり、そしてまた自分たちでできることをしっかりとやる、それに尽きると思います。ペレットストーブメンテナンス新設地、また群馬県で初めての電気を使わないペレットストーブに関することで何かございましたら、ベルク渋川店隣ペレットマン群馬までお問い合わせください。 LINE からのお問い合わせもできますのでよろしくお願いいたします。